配信やりたいやつ見ろ。はい、どうもこんにちは、たけおです。今日はですね、僕が配信してる時にどういう環境で配信してるのか、どういう部屋で配信してるのかをね、紹介していこうかなと思います。これからね、配信者なりたいよとか、動画投稿したいよとかね、そういう人にねとって有益な情報になると思うので、ぜひともよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、こちら配信部屋です。はい、カーテンでね覆われてるんですけど、まあ防音のためにね、まあこんな感じになってますね。以前も紹介したことあるんで、まあある程度知ってる人も多いと思うんですけど、まあこんな感じにね、はい、壁にはね吸音材とかつけて、まあ角部屋でねやっております。まあこれはコラボカフェ開いたんで、コラボカフェの記念のねものであったり、あと今度サンリオさんとねコラボさせていただくんでね、サンリオとゲスペンのグッズを並べたりね、配信者さんのグッズを並べたり、チーカーのグッズ並べたりしております。で、肝心のねデスク周りなんですけども、まあ、PC がねドスパラさんのガレリアですね。ガレリア、これ2年前ぐらいかな、買ったの。はい、まあ、マシンスペックはその当時でも結構いい方の買いましたね。はい、そしてちょっと座らせてもらいますよ、この椅子にね。はい、エルゴヒューマンプロオットマン最高ですでね、トリプルディスプレイになってて、一つはこのねメインモニター、サブモニター、連絡用モニターみたいな感じで使ってます。で、このね縦型モニターめっちゃおすすめで、ディスコードを表示させるときに縦型モニターあるとねすごいね便利なんで、もしもなんか3枚目ディスプレイ考えてるよっていう人いたら縦型おすすめです。まあ、前回ちょっと紹介したものとかもあるんで、配信する上でのものといったら、まあオーディオインターフェースですよ。オーディオインターフェース、まあほとんどの配信者本当にオーディオインターフェースね使ってるんで、ヤマハさんの H03 ね、本当に使ってる人多いです。これ本当におすすめです。はい、それからですね、ゲームキャプチャーで使ってるのはアーバメディアさんの LGX2 っていうやつ使ってます。こちらですね、スイッチとかそういうコンシューマーゲーム取り込むときにね非常に便利で、遅延がなくて取り込みできるんで、 OBS の画面見ながらね配信できるっていうのね、非常におすすめでございます。本当遅延がないっていうのはね、キャプチャーボードでめちゃくちゃいいんでね。それからマイクはですね、シュアーの SM7B っていうやつを使ってます。これはねめちゃくちゃ高いんで、ちょっとみんなは手出しにくいかなと思います。それとですね、イヤホンなんですけど、これがね僕全然ねこの配信で使うイヤホン定まってなくてですね、このなんかイヤホン結構消耗品で、もう壊れてるイヤホン何個か、これ2つが絡まり合ってるみたいな感じなんですけども、もうね使っては壊して使っては壊してみたいな、はいやつなんですけども、まあなんかいいものないかなってすごい探してたんですよ。そんな時ですよ、なんと今回オーディオテクニカさんからストリーミングヘッドセット ATH-M50XSTS というですね製品をご提供いただきました。こちらの製品ですね、ヘッドホンの部分に全世界累計販売数150万兆のヘッドホンの ATH-M50X っていうものを採用してます。今回はですね、この ATH-M50XSTS の僕のね使ってみた感想とか、配信者目線でこういうところが良かったよとか、そういうのをね紹介していくんで、よろしくお願いいたします。ATH-M50X は世界中のエンジニア、アーティスト、高音質を求めるコンテンツクリエイター、ゲーマーに使われているベストセラーモデルで、クリアな音質と深みのある正確な低音域が売りのモデルでございます。こちらの製品なんですが、オーディオインターフェースを通して接続する XLR タイプのモデルとね、 USB タイプのもの、こちら2種類ございます。 USB タイプと XLR タイプの違いについては後ほどね詳しくまとめてるんで、そちらをご覧ください。 XLR タイプの付属品としてイヤーパッドありますね。でイヤーパッドね、こちらあの合皮のものとメッシュのものがあるみたいですね。で僕みたいにね長時間配信とかする、長時間まあイヤホンつけっぱなしとかヘッドホンつけっぱなしみたいな人はね、もう蒸れるんで耳の中が、こういうねメッシュの素材だとね結構長時間使えていいかなと思うんで、非常にありがたいですね。
でこのねフォルムも美しいですよね。この金色の部分とかね、結構高級感がある作りしてます。でこの耳と当たる部分のね可動域もすごい、いろんな角度から当てられてね、まあ、どんな頭の形してでもね、耳の形してでも対応してくれそうですね。でねこれ僕何日か使ったんですけれども、速圧もちょうど良くてですね、なんかヘッドホン使ってると両側からの圧で頭が痛くなるっていうことがあるんですけど、結構ねこれソフトな感じでね非常にいいですね。重さとかに関してはね、まあつけてる感覚はあるんですけど、そこまで気になるものではなかったです。それからなんといってもこのマイクなんですよね。このマイク普通のヘッドセットと比べるとめちゃくちゃ大きいんですよ。これ見てください、ほらめっちゃ大きいでしょ。こちらのマイクなんですが、代表的なマイクロフォンシリーズの AD20 の技術を踏襲して作られたコンデンサー型大口径マイクロユニットなんですね。ヘッドセットユーザーあるあるなんですけど、こう近くでね声出すんで、マイクの近くでね音声がどうしてもねボワボワってなっちゃうんですけども、そういう風にねならないように低域をねなんか調整してヘッドセットに多彩的化しているということですね。はい、実際の音声がこんな感じです。今 ATH-M50X STS USB タイプで音声を収録してます。それから特徴的な機能としてミュートの切り替えが素早くできるっていうのがあって、こちらのですねムーブアームこう上にね上げるとミュートになるっていう、こういうのがあります。なんでこうつけてる最中にね、つけてこうやって喋ってる最中に、あなんかやんなきゃなみたいな感じの時にね、こうパッて開けるとすぐミュートにできるっていう便利機能があります。次にですね XLR タイプと USB タイプの2種類の違いについて紹介したいと思います。 USB タイプはあの耳のねここのところにボリューム調整するところがあります。これはね XLR タイプではないものです。それから付属品で言うとタイプ A からタイプ C のね変換の付属品がついてるっていうところですかね。ちょっと違うのはUSB で接続できるっていうのが、まあつまりはオーディオインターフェースいらないんですよ。なのでオーディオインターフェースがね買う手間がない、費用がかからない、手軽で、まあ、簡単に接続できる、こういった点がね、まあ、メリットなんじゃないかなと思います。次にね配信者目線でこれいいなと思った機能とか性能について紹介したいと思います。まずね圧倒的に音質がいいです。なんでまあ、FPS 系のゲームとか音が重要なねゲーム、こちらにねめちゃくちゃおすすめできます。まあ、僕が普段ね使ってたイヤホンとかねあんまりその音質いいものではなかったんですけど、このねヘッドセット使うと本当にね足音を近くで感じられたりとかねするんで、音が重要なゲームに本当におすすめです。それからねやっぱイヤーパッドのねこのメッシュがねちょっとさっきも言ったんですけど、僕らみたいな長時間配信するね配信者にとっては耳の蒸れってね本当になんか不快感があるんで、こういうね対策してくれるとね本当にありがたいですね。これもうあの 2,3 時間使ってみたんですけど全然耳蒸れなかったですね。これだったらねもうなんか速圧もそんな感じないんでずっとつけてられるなっていう感じがしました。なのでこれね非常にいいなと思いました。それからね地味に嬉しい機能、これねミュート機能ね、あなんかトイレ行くなみたいな時にあトイレ行ってきますって言った時にこうやってねこのブーム上げることによってミュートに切り替えできるんで、これいいですね。っていうのもあの僕ら配信者ってミュートにするための方法まあ2つぐらいあると思うんですけど、まあ例えば OBS の音量設定を切るっていうのと、あとオーディオインターフェースのボリュームを一番下に下げるみたいなね、そのなんか2つがね僕の思いつくミュートにする方法なんですけれども、これね一発でこうミュートにできるってすごい手軽でいいなって思いました。
はい、ということで今回はオーディオテクニカさんの ADH-M50XSTS を紹介させていただきました。非常に高性能なヘッドセットなんですけども、特にね、購入おすすめしたい層っていうのが、これから配信始めてみたいよとか、動画投稿してみたいよとか、そういう層ですねに入門編としてめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、なんでかっていうと USB タイプだとね、オーディオインターフェースいらないので余計な出費がかかることもなく動画とかね配信とかできるというのと、あとね、高いマイクを買わなくていいですから、めちゃくちゃいいマイクついてますよこれなんでね、非常にコスパよく配信活動とか、そういうねクリエイター活動開始できるので、おすすめだなと思います、そういう層に対してね。それからですね、 PS5 で接続することができましたんで、 PS5 でそのボイチャ使いたいよとかっていう人にも非常におすすめですね。概要欄の URL から購入ページに飛ぶことができるので、よかったら見てみてください。それではまた、バイバイ。